の師匠が気になる。はい、綾の師匠。綾の師匠って師匠つんくさんじゃなくて？あのですね、うん、今松浦のスケバンデカやってますね。はい、映画をやってるんですけど、うん、どうやらそのヨーヨーの先生が、うんうん、ものすごい技を持ってるっていうのを周りのスタッフさんから聞いて、うん、どんな技を持ってるのかすごい気になる。すごい散歩とかのレベルちゃうんやろうな。な、私流行ったね。まもなく公開される松浦亜矢さん主演のスケバンデカ、コードネーム朝宮咲。てめえら全員焼けるぞ。この映画で見逃せないのがヨーヨーを使ったハードなアクションシーン。リカちゃん、ほとんどヨーヨーができなかったあややに指導した師匠がこちらの会社で働いていらっしゃるそうなんですが、はい、あ、ヨーヨーしてる。こちらがあややの師匠、ヨーヨーマスター高子と長谷川貴彦さん。普段はヨーヨー専門のオンラインショップスピンギアの店長さんなんです。ヨーヨーの腕前は2005年世界大会アーティスティックパフォーマンス部門で優勝した実力の持ち主なんです。では世界レベルのパフォーマンスを見せてもらいましょう。さあヨーヨーマスタータカがスタジオ登場です。そうですね、連続して、はい、瞬時に。あれは競技中ずっとそうですか？できるだけ流れを止めない方がポイントが入るので、はいはい、こんな感じで。何年ですか、もうヨーヨー歴。ヨーヨー歴今9年目です。ちょっと遅いんですけど。自分たちは、うん、あの子供の頃実はスケバンデカを見てて、うん、あのヨーヨーをこう投げ下ろす動作とか、うん、タオルに向かってバーって投げてっていうごっこだけはやったんですけど、はいはいはい、技ないんですよ、それ以上、うん、その時うまくいかへんかったんや、うん、そうそうそう、はい、だって大人になったらなんかこういういろんな動きをするヨーヨーが出てたんで、すごいな。それはちょっと、それがハイパーヨーヨーに、そうですね、やってみようと思って軽い気持ちで。その靴の紐はそれでいいんやね。あってます、はい、黄色、いやいや、ものすごい気になってね。わざわざ軸によく回るベアリングがついていて、いろんな技を簡単にできるハイパーヨーヨーに挑戦。最初からある輪っかに指を入れるときつくなりすぎたり緩くなって飛んでっちゃうんで、必ず輪の中に紐を通して、はい、こんな感じで大きな輪を作りました。作ります、はい、作りました。そして中指の第一関節と第二関節の間につけます。そんなにいい。じゃあまず基本のもう何もしないでシンプルにヨーヨー手離してあげて、下に行くちょっと前で引いてあげます。これ3回くらいやって、はい、懐かしい。キャッチ、キャッチ、あ、できた、上手。キャッチ、キャッチ、あ、完璧です。技ができたらハイタッチ。イエスイエスイエイ。まだできてない、まだやってませんでしたよ。まず手のひらを上にした時に紐の向き、はい、上に来るように、うん、この後はい、まっすぐ離してあげて、離した後に手首を返してキャッチをします。お、はい、完璧。おお、いけた。お、全員できてますね。すごい、連続で、はい、イエイ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 。いい感じです。そしたらね、今度これをカメラ目線、何見ないにゃ、メーラー絶対許さねえみたいな、ガン飛ばししながら。ああ、なるほどね、はい、これだけを。まずじゃあやっていただきましょうか、一人ずつ。あんたら許さへんで、バワクセ。見せる。カメラ目線、カメラ目線かかってこい。おお、いいですね、いい感じですね。今週浅香由衣ちゃんの時、そう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 、斎藤由貴バージョンの浅香由貴バージョンで3年 B 組スケバンデカ、松島奈穂美スケバンデカ。熱いのよ、3年 B 組浅宮咲、またの名をスケバンデカ。スケバンまで張った。
たこの浅見浅木が長いなんだか落ちぶれて今じゃ末法の手先さ笑いなければ笑うがいいさだからこのヨーヨーは全てお見通しだぜてめえは許さねえどうやったっけなんだ今度スケバンスローって呼んでるんですけどスケバンスロー、はい、本当はこうやって投げて水平に投げて取るんですけどむちゃくちゃ難しいんで高く上げずに低いところで上で取ろうとすると難しい完璧ですねいいいい感じで手のひら外側にしてはいまあいいやもう次の段階行くわ、はい、はい、完璧おー、起きたいいえそう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 生きてます今の完璧です今来た今来たそれではスケバンスローをパシッと決めましょうで小指はええやろもう一回おっ痛い痛いのでもできてるねもういいよカモン、はい、カモンあおおすごい先生いったよイエーイ完璧です最後に2、3人さあそれでは違うバージョンで違うバージョンあるの違うバージョンがあるらしいのお願いします女の惚れた晴れたは玉の取り合いやってものいいやこれ三田佳子さんですかねなんかじゃあ最後はなぜ決まるのはいじゃあ次は上級のヨーヨー、はい、やっていきたいと思いますちょっと大きくなってます本当だすごいよいしょヨーヨーなんですけど、うん、いきますでかいなそれ3、2、1、はい、おっとえなにあれ離れたすごいすごい紐は拍手拍手すごい不思議なヨーヨー面白いぜひ皆さんにチャレンジしてもらおうと思います、ね、これをこのままやるのはとっても難しいので、はい、僕がこれを投げますそれをキャッチボールのようにもう一本の紐で受け取っていただいて返してもらう、うん、男の子はねできますよね伊達にちょい悪じゃないですか、ね、ちょい悪意識してんだそうそう、うん、ちょっと前にって言われてたのになるんです3、2、1、ほっ頑張れほっ上手戻してくださいほっわーおー先生すごいいきます3、2、1、ほっ来たよあの人意外にどうしたいな今のでも1回目だよなこれ普通1回でできるはずないんで次だけ映画あったら一節歌ってもらうからやだ日本の未来を歌ってもらうからなワイワン、ツー、スリー、フォー日本の未来やだヨーヨーが飛んでくるんで乗ったら緩めます紐をこれ乗ったら緩める、はい、で乗ったら緩めで弾いてこの時点で無理やもんこれあたかんかったら台湾台湾行きたいわ踊りしてそれが来たそれが来た離れると難しいんで、ね、そこら辺で了解近くにいてはい行きますカモン3、2、1ほっちょちょちょ上手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 台湾台湾行きたいわ全然できてたのにいやできてましたよ成功すればなんと世界初の大技に挑戦です3人の腕にヨーヨーの紐を巻きつけていますが果たしてどんな大技なんでしょうか、はい、なんだろう今からこの長い紐の上をヨーヨーがこのように走ってくるりくるりで最終的に悪者の金丸さんをやっつけるというスケバンデカのようなアクション悪者の金丸さんをやっつけるこれそこまで行くというのちょっと行きます3、2、1ほうわうわこほうわうわこほうわうわこほうほこうなって血管切れかけてこのイエイ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 びっくりした